ショートの前です。一塁に送ってワンアウトになりました。今日の一塁間黒川タイムリー、ナイスヒットですね。1点を返しました。今日スタメンの黒川ですか。打球はレフトの左、レフト追いついた。ランナー戻ります。ランナー戻ります。打球は落ちませんでした。レフトを守る武藤が追いついています。また高め止めます、うん、落としてきました。空振り三振で3アウトになりました。高め合う存在も近くにいます。空振り三振、三振を奪いました。ストレートで押し切った。空振り三振のスタート。浅間三振157キロ、落として三振です。これで9つ目になりました。毎回の奪三振は継続です。1回2つ、2回2つ、3回1つ、4回3種類持ち方に変化があります。今度は直球2桁だ。奪三振、毎回プロ初10奪三振です。バッターボックス3番に入っている紅林、レフトへ大きな当たりだ。これは文句なし、5階席へ入った。先制アーチは3番に座った高校を出て2年目の紅林光太郎。ピッチングができますからね、はい、当たり損ね、宮城さばく、一塁アウト、スリーアウト。大城アウトにした、スリーアウト。